余った T シャツヤーンを使ってこのようなキティちゃんのリボンのようなヘアゴムを作ってみたいと思います。使うものは T シャツヤーン、これは3メートルぐらいあればできると思います。あとはかぎ針とハサミと、あと輪っかになっているヘアゴムです。まず T シャツヤーンの糸端から15センチ以上開けたところで糸を2回巻きます。そうしたらこのできた輪っかの中にかぎ針を入れて、糸玉からつながっている糸を引っ掛けて手前に持ってきます。ここで針に一度糸をかけて引き抜きます。次に鎖編みを3回編みます。鎖編みの編み方は、一度かぎ針に糸をかけて引き抜く、これをあと2回します。鎖編みが3回編めました。次に長編みを3回編みます。長編みの編み方は、針に糸をかけて輪の中にかぎ針を入れます。向こう側でかぎ針に糸をかけて手前に引き出します。針に糸をかけて、今針に3本かかっているうちの2本を引き抜きます。もう一度針に糸をかけてこの2本を引き抜きます。これが長編みの編み方です。あと2回長編みをします。針に糸をかけて輪の中にかぎ針を入れ、糸をかけて手前に引き出す。針に糸をかけて3本の糸の中の2本を引き抜く。もう一度糸をかけて残りの2本を引き抜きます。もう一度やります。針に糸をかけて輪にかぎ針を入れます。糸をかけて手前に引き出す。針に糸をかけて2本引き抜く。もう一度針に糸をかけて2本引き抜きます。3回長編みが編めました。次に鎖編みを6回編みます。鎖編みは針に糸をかけて引き抜く、これを6回行います。2、3、4、5、6、鎖編みが6目編めました。では次にまた長編みを3回編みます。針に糸をかけて輪の中にかぎ針を入れる、糸をかけて手前に引き出す。糸をかけて2本引き抜く。もう一度糸をかけて2本引き抜く。これをあと2回行います。長編みが3回編めました。次に鎖編みを3回編みます。1、2、3、ここまで編めたら最初に作った輪を引き締めます。糸端側の糸をちょっと引っ張ると、この輪っかの2本のどちらかが反応します。この反応した糸を引っ張ってあげると輪が小さくなります。
十分に引っ張り出したら糸端側の糸を引っ張って引き締めます。そうしたら今かぎ針にかかっているこの糸を5センチぐらい引き出します。このできた輪っかを今編んだものに半分かけてあげます。そして糸玉側の糸をぎゅーっと引っ張ってあげると、こんな形になります。そうしたら輪っかになっているゴムをここに当ててあげて、この糸端側の糸をゴムを通して真ん中に巻きつけるというのを3回から4回ぐらいやってあげます。しっかりと引き締めてあげるとリボンらしい形になると思います。今4回巻けました。そしたら裏側で2本の糸をしっかりと結んであげます。しまって形を整えて、でこの半端な糸は裏側にちょっときついんですがかぎ針を入れてあげて、この中に一度しっかり通してあげて、それからギリギリのところで切ってあげるといいと思います。これで完成です。